諏訪地域諏訪地域は、長野県南新地方の諏訪市、岡谷市、千野市を中心とした地域。県を10地域に分けるときに用いられる。旧諏訪群全体と一致している。域内人口は19万4439人。すべての市町村で減少傾向にあり、特に下諏訪町、岡谷市、諏訪市では深刻である。3つの市を中心とする複眼構造をなす。 また最も人口が多い都市は、千野市である。JR 中央本線や中央自動車道が通っており、南アルプスを避けて、関東地方や山梨県と東海地方を結ぶ交通の用路である。該当する自治体は、西から岡谷市、下諏訪町、諏訪市、千野市、原村、富士見町である。諏訪湖を取り巻く西側の古州三市町と東側の 八ヶ岳山六三市町村に緩やかな連携が見られる。以下は長野県の定義である。諏訪湖とその周辺東京、名古屋の二大都市圏から約2 0 0トルに位置し、中央自動車道及び JR 中央本線が域内の広域交通を大きくになっている。地域の北西に諏訪湖があり、東側に八ヶ岳連峰がそびえる。諏訪湖周辺は、 諏訪盆地となっており、人口や産業が集積している。周囲を北東にかけては、八ヶ岳に連なる山々、南西にかけては、南アルプスに連なる山脈に囲まれ、それらの山々と諏訪湖の影響を受ける。内陸性気候の特色を示す、県内にありながら、例えば、春夏周期の降水量は、県内比で、多め、冬季の降水量は、圧倒的に少ないというように、 内陸気候の中でも特徴的な気象環境下にある。気候は湖州部と八ヶ岳山陸部で異なっている。これは諏訪湖周辺と八ヶ岳山陸の標高差が大きいことに起因するものである。秘書地と呼ばれる傾向にあるが、平地に限れば夏場の日中の最高気温は30度前後に達し、それほど涼しくはない。ただし夜から朝にかけては気温は下がり、 過ごしやすい気温になる。熱帯夜になることは滅多にない。ただし、諏訪地域の気候は、標高差の関係から、湖周部と八ヶ岳山六部で異なっている。諏訪湖周辺では、フェーン現象の影響を受け、標高が760メートル近くありながら、夏場には高温になることがある。また、冬は、比較的乾燥しており、雪が少ないのが特徴である。また、 諏訪湖の影響により、周囲よりも冬季の冷え込みは幾分和らぐが、全面氷結すると冷え込みが強まるという特徴がある。八ヶ岳山麓にある、茅野市の大部分、原村、富士見町は標高が800メートル以上となるため、北海道並みに夏は涼しく、冬は寒さが厳しい。欠片の気候区分では寒帯湿潤気候に分類される。 工実する観光以外に、精密機械を中心に工場が多く、諏訪県工業メッセという見本市を開催している。これは豊富な諏訪湖周辺の水を利用して、古くから製紙業が発達したほか、第二次世界大戦期に関東から軍需工場が疎開した歴史がある。縄文、弥生時代から霧神根を中心に人類の生活の痕跡がある。 下諏訪の和田峠をはじめとする黒曜石による石器、また、縄文、弥生時代のものと見られる土器の破片も採掘される。戦国大名諏訪氏によって治められる。代表的人物に諏訪よりしげがいる。諏訪地域は東南側で海国に接し、他の品の黒人や海、武田氏との関わりから戦乱がたびたび起きた。諏訪よりしげは武田信玄に攻め込まれ、 千の市上原城、諏訪市志賀の桑原城に立てこもった者の破れ、買いに手自害させられている。そのいとこである諏訪頼忠によって諏訪市が再興され、息子の諏訪頼水が1600年の関ヶ原の戦いにおける功をよって高島藩に封じられている。江戸時代にこの地域を支配していたのは高島藩で、藩長は高島城。以降10代にわたって、 諏訪市により収められた。甲州街道の宿場はつた滝宿、金沢宿、上、諏訪宿と続き、下諏訪宿は甲州街道の終点で中仙道と交わる下諏訪の手前の宿場町として栄える。諏訪地域は諏訪湖や八ヶ岳などを抱え、寺社や史跡も多いため一大観光地となっている。諏訪湖は点在する多数の観光スポットを結びつける。 役割を持っている。諏訪地域には、毎年2000万人近い人が訪れている。高島城復元天守全国的に名を知られている、諏訪大社がある。諏訪大社は以前は、諏訪様などと呼ばれていた。諏訪様への信仰は、鎌倉時代にはすでに存在したとされており、初詣客の数は、長野県でトップを誇る。品濃国の一宮となっている。温泉寺は上、 諏訪温泉のそばの山間にあり、諏訪地域を治めていた高島藩主の菩提寺となっていた。高島城は日本三大古城の一つで、毎年冬には恒例のすす払いが行われる。NHK の大河ドラマ、武田信玄の舞台に使われ放送されていた頃は20万人近くが訪れていたが、現在は4万人程度となってしまっている。 諏訪市公式ページにライブカメラが設置されている。新州は美術館や博物館が多く、諏訪地域も1983年5月に北沢美術館が開館して、以降、質の高い美術館が点在するようになった。諏訪市原田康春美術館は地元出身の画家原田康春の個人美術館。名誉館長は友人の歌手佐田正史。 三立ハットリ美術館は、国宝、落役白片見ャワンを所蔵している。この美術館は、ハットリ時計店三代目社長のハットリ正嗣と、その長男で、成功エプソン社長であった、ハットリ一郎のコレクションを展示するため、1995年、開館した。上、諏訪駅ホームの足湯諏訪には、温泉も多い。かつて上、諏訪駅にはプラットホームに温泉があった。 温泉施設を持つ駅は他にも例があるが、ホームにあるのはここだけであった。しかし、近年の足湯ブームによりこの温泉は足湯になってしまった。湯は厚めであるが、足のみを温める足湯としては、一般的な湯加減である。利用者には駅を利用したついでに足湯を楽しむ、観光客などが多い。足を温めることで、血流を良くし、全身を温める足湯は、新州の冬の 厳しい寒さをしのぐ目的での入浴にも適している。霧ヶ峰霧ヶ峰は八ヶ岳中心高原国定公園中部にあり、フォッサマグナ沿いに噴出した縦状火山である。最高峰は車山。山地帯火力樹林と赤江山帯信葉樹林の境界付近に存在する。八島ヶ原湿原踊り場湿原からは黒曜石を用いた石器が発見されている。 青系色が、北新地方黄系色が、東新地方赤系色が、中心地方ピンク、基礎地域緑系色が、南新地方域内を JR 中央本線が通っている。西側三市町には一駅ずつしかなく、それぞれの駅の利用者数が比較的多いため、地の駅、上諏訪駅、下諏訪駅、岡谷駅に自動改札機が取り付けられた。不問自信号上から、 岡谷駅までは中央東線の本線区間においては唯一の単線となっている。その影響で上下線で最大の輸送量を発揮するダイヤ編成を行った時に10分おきに電車を発着させるのが精一杯の状況である。なお、中央東線高速化実現規制同盟会によって 複線化についての質問が JR 東日本になされているが JR 東日本は現状の予想力で十分としている。中央自動車道、長野自動車道が通っているほか国道20号が中核的な道路になっている。中央自動車道と長野自動車道は岡谷ジャンクションで接続しており、域内には中央自動車道の諏訪南インターチェンジと諏訪インターチェンジ、 長野自動車道の丘やインターチェンジが存在する。国道20号は諏訪市内を中心に慢性的な交通渋滞に悩まされており、数十年前から千の市中川ら北交差点より中央自動車道諏訪インターチェンジ付近を経て長野自動車道岡やインターチェンジまでを結ぶ諏訪バイパスが計画されている。このうち中川ら北飯島が 暫定供用中、下諏訪岡屋バイパスとして、岡谷市内の湖北トンネル南岡谷インターチェンジが開通しているが、諏訪市、下諏訪町の市街地を主にトンネルで迂回する最も重要な区間が開通する目処は立っていない。従来、諏訪地域の自動車は松本ナンバーを取り付けていたが、 知名度の向上による観光でのメリットを目指して2006年10月10日よりご当地ナンバーを導入。しかし、登録台数が総務省の求める基準ギリギリの水準にとどまっているため、対象地域を拡張するなどの努力目標が課せられている。郵便番号392-8601諏訪市上川1丁目1644番地10ありがとうございます。